今回の祖国の偉人たちは、熊本県 PR マスコットキャラクターゆるキャラグランプリ2011王者のくまモンを紹介します。一応公務員です。撮影可能です。肖像権は申しません。芸能人の友達もいます。スザンヌです。コミカルかつ軽快な動きで PR 活動をし、追っかけが存在するほどの人気者、くまモンはどのように生まれたのか見てみましょう。2011年の九州旅客鉄道 JR 九州九州新幹線全面開業へ向けて、熊本県は2006年11月、近畿地方、中国地方をターゲットにして認知度をアップさせるために、関西戦略会議を立ち上げた。九州新幹線では熊本駅が終着駅にならないため、通過駅として扱われることに対して危機感があり、さらに熊本県の認知度が九州他県と比べて低く、熊本県への興味や関心をほとんど持たれていなかったことが背景にある。その中で、新幹線元年事業アドバイザーに就任した天草市出身で脚本家の小山薫堂も熊本県民が日常にあるサプライズを見つけ、それを他の人へ広めていって再発見をする、あるいは熊本の魅力をアピールする、またサプライズでお迎えをするという熊本サプライズ運動を提唱した。小山は友人であるアートディレクター水野学へデザインを依頼するが、はじめは熊本サプライズロゴデザインの依頼のみであった。水野ももっと効果的にアピールできる方法があると考えてキャラクターの展開を提案し、小山もこれに賛同した。水野は早速くまモンの顔のパーツ配置を数千パターンの案から一つを選び、熊本県へ提案した。これに熊本県は当初戸惑いながらも、熊本県の蒲島郁夫知事の決断によりその提案を受け入れ、水野はキャラクターデザインも手掛けることになる。2010年3月、熊本県は日本国内各地での PR 活動に使用するキャッチコピー、熊本サプライズとマスコットキャラクター、くまモンを発表した。2010年9月、西郷隆盛をイメージした西郷ドーンが全線開通の PR 番序幕式を熊本駅でも予定していたが、鹿児島出身であるため熊本に合わないとの不満が吹き出し中止したことをきっかけにキャラクターを見直され、くまモンが積極的に JR 九州でも熊本の PR マスコットとして活躍していく流れとなった。当初は新幹線開業までのキャンペーンキャラクターであったが、次第に人気が出るにつれてくまモンを熊本の PR に活用しようとする動きが高まり、2011年3月7日に開かれた県議会一般質問にて蒲島知事はくまモンを九州新幹線開通後も熊本県の統一イメージキャラクターとして継続して熊本ブランドの普及に利用することを表明した。これによって新幹線開業後もくまモンは熊本県の PR に努めることになり、山手線をはじめとした東日本旅客鉄道 JR 東日本首都圏地区の主要駅でのベンチ広告、広島東洋カープのホームであるマツダスタジアムでの看板、垂れ幕掲示、広島フラワーフェスティバルでの出没、福岡市中心部を走る西鉄バスでの全面広告天神ライナーなど、活動範囲も近畿中心から首都圏、広島県、福岡県など全国へ広がっていった。そしてついにゆるキャラグランプリ2011で287,315票を獲得。全349キャラ中1位に選出され、埼玉県羽生市で開催されたゆるキャラサミットにて表彰を受けた。翌日熊本県庁にて蒲島知事へ優勝報告を行っている。RJC リサーチの調査によれば、PR キャラクター総合力ランキングの地域ジャンルにて、2011年の46位から2012年は43ランクアップして、ヒコニャン、セントくんに次ぐ3位になった。日本国内の最高ライセンスブランドキャラクターを決定するライセンシング・オブ・ザ・イヤー2012では熊本県のみに止まらず全国規模の展開へ成長したことを評価され、ニューフェイス賞を受賞。翌年のライセンシング・オブ・ザ・イヤー2013はグランプリと選定委員特別賞のダブル受賞となった。ビデオリサーチによるキャラクター人気度調査、首都圏在住の3から12歳が対象では2013年下半期で初登場し、サザエさんを上回る18位となった。
県内メディアにおいては、RKK 熊本放送の熊本県広報番組、グッド。もっと、熊本、2012年4月からは熊本朝日放送の、教えて。くまモン、トックテレビ熊本、トックスーパーニュースピュアピュア。2012年4月からは、栄太郎の語らんね、のレギュラーになるなど露出が増えており、番組によってはくまモンが登場すると視聴率がアップしている。マスコットとして珍しく名刺も作成されており、その名刺には、一応、公務員です。撮影可能です。肖像権は申しません。芸能人の友達もいます。スザンヌです。など、自己紹介やキャッチコピーが書かれている。PR でイベントに出張する機会が増えたことから、くまモンを追っかけるような熱烈なファンも生まれており、くまモンをきっかけとして知り合った友人、ファン仲間を指す、くま友という言葉も存在する。第33回全国豊かな海づくり大会に出席するために来遊した天皇、皇后を熊本県庁にて出迎え、くまモン体操を披露した。天皇、皇后はくまモンを知っており、皇后はくまモンのピンバッジをつけて訪問した。日本国内での使用、流通においては、熊本県の許可があれば個人または企業でロゴとキャラクターを無料で利用することができる。発表後、しばらくはキャラクターを使用した商品開発などは不可であったが、著作権を熊本県が買い上げることにより、2010年12月24日以降は携帯ストラップやぬいぐるみなどの商品開発、グッズ販売においても県の許可を得た上で当面の間は無料で使用可能となった。ただし、許可を得た場合も必ず許可番号を示さなければいけない。2014年10月、これまでの29種類に加えて42種類の図柄が追加された。2013年までは海外の企業や海外での販売には許可を与えていなかった。しかし、海外での販売要望が出たことから海外や県外の企業も予診審査をクリアすれば有償でライセンス供与することとした。なお、農林水産物はこれまで通り熊本県が直接管理する。熊本県関係企業に対しては当初はライセンス使用料を優遇する方針だったが、海外と競合すれば価格競争で負けるとの反発を受け、ライセンス使用料は無料、ライセンス使用窓口は県が実施、県内企業専用イラストが使用可能といった新優遇策に変更した。2011年11月に熊本県が行った発表によれば、くまモングッズ第1号であるくまモン仏壇を皮切りに、2011年9月末までで使用許可は約1670件、許可を得て商品を販売している会社は約400社あり、そのうち売上報告のあった200社でのくまモン関連商品の売上合計が10億円を突破している。2012年3月14日の発表では、使用許可件数は前回発表時の倍以上に当たる3682件、業者数も倍近くになる782社にまで増加しており、2011年の1年間で売上合計が25億5600万円回答のあった413業者、2076品目の総計となった。これは、ひこにゃんの最高年間売上額である17億円推計値をしのぐ数字である。2011年から2021年までのくまモン関連商品の累計売上高は1兆1341億円となり、県の目標である1兆円を突破した。くまモンの魅力といえば、その顔に似合わない、想像を超えた行動力にある。餅つきの機械に戦いを挑んだり、温泉リポートでお湯に浸かったりと、今までのゆるキャラにはない破壊力のある行動力で、ファンの心をわしづかみにしているところでしょう。動画サイト等にその行動力がまとめられた動画がアップロードされているので、ふらっと覗いてみてほしいです。いかがだったでしょうか。今回は、熊本県 PR マスコットキャラクター、ゆるキャラグランプリ2011王者のくまモンを紹介しました。このチャンネルでは、日本の偉人を紹介しています。興味深かった方は、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。